はい、塩見さんおはようございます。おはようございます、テスラご無沙汰しております。モデル X だよ、はい、これは、まあ、電気自動車なんだけどさ、バッテリーたらふく積んでんだよね。90kWh 積んでますね。その90kWh って言われても一般の人は分かんないんだけど、例えば炭酸何個分、炭酸で言うと多分1万個分、8000個か9000個分ぐらいだと思いますね。マジ、はい。まあ、テスラの考え方は、はい、まあ、バッテリーの弱点である、まあ、航続距離、エネルギー密度とか、はい、まあ、充電時間もそうなんだけど、まあ、とにかくバッテリーをたくさん積むことで、はい、なんかこう当面の問題を解決したっていうか回避したっていう感じだよね。アメリカ人にハイブリッドの燃費の良さ、はい、CO2 の環境問題ですか、経済性ですかって聞くと、まあ、ガソリンの、ね、値段安いから、いやいやアメリカの燃費の意味は航続距離ってみんな言うよね。だってあんだけ広大な土地でさ、はい、デスバレなんかしててガス欠になったら死んじゃうからね。精神を分けるわけですね、うん。で、細かい効率の高さっていうよりもやっぱ絶対的に何キロ走るんだっていうのが大事なわけですね、うん。やっぱり日本と違って、日本ヨーロッパよりも、はい、ガソリンの燃料がもう3分の1、4分の1でしょ、はい。だから経済性とかっていうこととあんまり CO2 っていう意味よりもやっぱ航続距離、うんうん、でそのアメリカ人が電気自動車、アメリカ人向けに電気自動車を作った、はい、テスラはやっぱすごいと思うね。そうですね、一番の弱点じゃない。はい、でこれも今 P90D っていう 90kWh のバッテリー容量なんですけど、うん、まあ、購入してからでもお金を出せば、うん、あと 10kWh 継ぎ足すことができるんですよね。ああ、あとレトロフィットっていうか、ね、燃料タンクをでかくできる、はい、あのサブタンクをつけることができるようなイメージだと思うんですけど、そうすることによってあのカタログ上の航続距離は 500km を超えますね。それ NEDC ですけど、まあモードでね、はい、まあいろいろあるけど、はい、いろんなこと言いたいところはあるけど、まあよく作れてるよね。あ、第一印象としてはそうですか、よくやったなと。よくやった以上だよ2000年以降ですからね、この会社ができたの自体が、うん、でライバルはやっぱり100年とかの歴史があるわけじゃないですか、うん。だけど静かで気持ちいいし、こうアクセルんだらけ、うわけどこれ清水さん、0、100キロ加速はこの P90D で確か3点。なんだこの速さ、うわ喋れない、すぐ法定速度以上出ちゃうよ、おー、なんかもうね、はい、0、100キロっていう加速のね、はい、あの測り方がこれガソリンエンジン用のなんか、はい、あの陸上競技のタイムトライアルじゃない、はい、モーターって踏んだ瞬間のカンっていうのがね、だからアクセル踏んだ後1秒間の加速度みたいな、立ち上がりと、うん、そうそう、そこが一番常時感じるところだから、うん、そういうなんかテスト法があったらやっぱりガソリンエンジンもディーゼルエンジンもかなわないね、うん。でこの車が0、100キロ加速だと、うん、まあ、P90D でちょうどカレラ 4S ぐらいと多分同じぐらいの0、100キロ加速ですけど、50キロに達する速度だったら圧勝ですよね。そうそうそう、だから30キロだったらもっとです。0、50とか、例えば一般道を走ってて40、60とかね、はい、過渡的なアクセル踏んだ瞬間の出だし、はい、これはもう電気にかなうパートではないよ。それはもうブガッティベイロンであっても一緒ですか。一緒だと思うやっぱりだってやっぱエンジンってそのアクセル踏むでしょ、はい、ちょっとあの何、空気吸って、はい、燃料吹いて、混ぜて、はい、火花でつけて、はい、ドカンと爆発して、ピストンが降りて、でクランクがグンと回ってクラッチを返してミッション返してデフを返してタイヤに伝わるというその積層がいっぱいあるわけだよ。16回爆発しなきゃいけないですね、うん。でもこれはもうモーターとタイヤ近いし、はい、モーターにはハーネスで電気通すだけだから電気の速度は機械の速度と一緒だからね、はい、だからあのカタログ見ても分かるように電気自動車の場合は最大トルクが0から2000回転とかそういう0からもう立ち上がってますよね、うん。はい、今60度で設定して前の車動き出したら、はい、今これ清水さんは足の操作は何もしてないですか。してません、はい、でレバーをこうねじることで距離を、うん、
調節して、これで入りました。来たね、はい、今まあ握ってるというか、はい、そのちょっと数センチ浮かしても大丈夫ですね、うん、はい、まあ日本はね、あの、はい、道交法上ハンズオフはね、あの違反じゃないんですよね。それ清水さんいろんなところで書かれてますけど、それ間違いないんですか？間違いない、警察署に100回聞いてます、うん、100回聞いてつまり道交法では手を離す、はい、あるいは手を触れてなきゃいけないとは法律には書いてないんで、解釈となるのね、はいはいはい、で前の解釈はダメだったんだけど、うん、まあ、あの2年前の東京モーターショーの自動運転をこうデモするときに、はい、やっぱりみんなこうやった方が分かりやすいから、その解釈を警察庁が、うん、あのハンズオフは違法ではありませんと、ただあの責任持って前を見て安全運転してください、うん、すぐにハンドルが操作できるようにしてくださいっていう条件付き、うん、だからみんなこうやってんだけど、はい、そういうのって大体日本っていつも厳しめの解釈をすることが多いですけど、うん、ところがヨーロッパはハンズオフは禁止、ヨーロッパの方が意外に厳しいんですね、そこは、うん、今何やっていい悪いっていうのは、その自動操縦自動運転なんて想定しなかった時代に作られた、はい法律とか制度の中でいきなり新しい技術が出てきたんで、はい、まあ、みんな右往左往してるという状態なので、うん、でもその 現行の法律がある以上それを破って車を作ったり売ったりすることは日本とヨーロッパはできないから、うん、で必要であれば法律は変えていけばいいんで、うん、まあ、そういうことを今議論している段階なんだけど、うん、しおみちゃん、これはい、2代目なんかもう昭和だね、乗り込んだ瞬間、うん、清水さんスイッチの多さに驚いてましたけど、そのまあやっぱりテスラはなんか iPhone だよな、はい、ああそうですね、これはなんかスイッチがいっぱいついてる、うん、リモコン付きのなんかガラケーに乗せられたような感じで、あっちがやっぱシリコンバレーの生まれで、うん、こっちはやっぱり三河というか、まあ三河っていうとあれですけど日本ですよね。なんかなんでこういう車になっちゃうかね。ただ一回スイッチの数と、うん、はい、その文字とロゴ、文字と数字何個あるんだよって数えたよ。走りはどうなんですか、これは。いや、これは、まあ、今日はね、はい、あのテスラモデル X と、はい、なんと G550、まあ、あれは、ね、シーラカンス軍用車、はい、まあ、NATO 軍が作った車ですよね、はい、シュタイヤーに言ってね、はい、まあ、メルセデスだけど、うん、だこれもランクルだからね、中身ね。そうですね、思いっきり。でもね、なんか俺この車は、はい、すっごい孤高な感じがして、あ、引っ張られるね、気持ちが。やっぱ清水さんの中でも昭和の部分がこう結構残ってるから。残ってるよね。そういう、まあ、
まあ、昭和ど真ん中生まれなんで、そういう昔からの価値観でいうとこれはもう結構上がりの車ですよね。もう俺の血管には昭和が流れてるっていう感じでしょ。はい、だけどトヨタはこれ向こうには結構昔から LX ってあった車ですけど、なかなか入れてこなかったですよね、うん、ランドクルーザーを SUV の頂点としていて、これは言ってこなかったですけど、まあスピンドルグリルにして、はい、やっぱりこうちょっと SUV のなんか王様的なものが欲しかったんだろうね、RX、NX、RX はやっぱり洗練された SUV って感じだけどね、うん、これはワイルドだね。まあ大前提としてフレーム写真ですからねこれ、うん、さっきからドスドスドス、まあ、まあ G もフレームなんだけど、ね、逆に G はねステアリングがもうスローすぎて、はい、もう車庫入れでぶつけちゃいそうなぐらいハンドル切るの大変じゃない、はい、これは結構クイックだから、こういうところはあの G より実は使いやすい、現代性を帯びてるわけですね、うん、ちゃんとね、ちょっと平成が入ってて、うん、こう乗り味で言えばさ、モデル X はもうアクセル踏んだ時にピャンとこう崩るじゃない。だからなんかこう体にフィットしてるボディースーツ着てる感じなんだよね、これはなんかブカーっとしてるから、やっぱりゴムの切れたラクダのまま引き合えてるような感じがあって。ちょっと一回清水さん、鋭い加速ちょっとだけしてみてください。2秒ぐらい忘れた頃に加速しますね。1週間後に加速するみたいな。本当だ、今のだいぶタイムラグありましたよ、うん、まずエンジンの回転が上がって、うん、でもこの緩い感じがいいっていうのも分かるな、うん、俺は分かります、ね、もちろんそれは僕にも分かります。分かるよね、はい、でもまあこういう車しかなかったところに突如 EV とかね、そういう新世代の車がこう、そうそうそう、無理やり入ってきたわけですよね。だからね、横から多分こういう車いっぱいいるアメリカの保守的なところに、モデル X が来たってことは隕石が落ちた落ちて、なんか宇宙人が降り立ったような感じなんじゃない。でもそれがアメリカからやっぱり出てくるのがアメリカの懐の深さですよね。保守的、思いっきり保守的な部分と最先端もあるっていうのが、まあ多様性だよね。ゲレンデですよ。いや今日朝電気自動車に始まって V8 のトラックみたいな音を今しますけど、これ NATO 軍のコンセプトを作った軍用車だもんな。まず目線が違うし、昭和20年戦後直後フロントウィンドウがこんなに近くで切り立ってるのはもう久しぶりですね。これね、今でも初代のフロントあのウィンドウと今も同じ部品で使えるって部品なんですね。自慢してたよ。あのなんかすごく個性があるんだけど、こんなに実用性のない車もないね。あの清水さんの横に乗ってこんなグラ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 してるのは初めてですね。だからこういうゲレンデ、俺もね一瞬レンジローバー買う前にゲレンデも候補にあったのよ。あ、そうなんですか。 G350 ブルテック買おうかなと思ってね、はい、だけどねハンドルがスローでしょ、はい、なんか年間年中年間2万キロは乗るから、うん、なんかこう急に飛び出してきた時に避けきんないじゃない、うん、ステアリングがそれはあるでしょうね。だそういうダイナミックな実用性でどうかなと思ってね、たまにしか乗んないんだっていいんだけど、ただし、うん、僕は今年6月にメルセデスにナミビアっていう国に連れてってもらって、あ、これで、はい、
これを1000キロぐらい、まあ、未舗装路ばっかり走らせたんですけど、アフリカじゃない、アフリカです、うん、アフリカの南アフリカの一つ上の北の国なんですけど、うん、そうあって未舗装路だとこのステアリングのスローさとあとデッドな感覚っていうのが、うん、まあ助かるというかありがたいというか、だから昔のレオネだよな、ハンド切って曲がらなかったんだからそれはもう砂利道走るとちょうどいいんだよ、舗装路だとどうしてもかったるくてね、うん、どうしようもない感じだったけど、ただ面白いのは、まあ、清水さんなんか40年ぐらい車の進化とともにこう歩んできたじゃないですか、うん、でこの車なんかはその結構最初の方でしょ、1979年ですから、この車が出たのが、うん、そこからエンジン以外はほぼ進化してないのに、うん、売れ行きは落ちないっていうのはやっぱ人間って面白いですよね。そうだね、買うんですよこれまずね、ものすごく売れてるんですよこの車。でもね、そのうなぎのタレが200年間同じだと言ってもね、実は微妙に進化してんじゃないの、はいはいはい、だからやっぱりこれも、うん、その二十数年前とは違って、うん、一気にこう進化っていうのはないけど、はいはいはい、これ一枚一枚なんかこう障子の皮を張るようにこう進化してるような気はするんだけどね。まあそうなのかもしれないですね。初代と比べるとやっぱ全然いいんじゃないの、もちろん。ただフレームだけは本当にそのままですから、フレームはフレーム、まあ、ボディのパネルとそこのラダーフレームはほぼ同じだって言ったわけです。素材が違うしさ、もはや。ああそうですね、鉄の質が違うでしょうね、違うしさ、そうですね、うん、そうか、じゃあカタログ上全く変わってなくても、そうなぎのタレと一緒なんで調味料が変わってくるから、そうかそうか、うん、へえ、まあそれ昔うなぎ屋に聞いたことあるんだけどねあの江戸時代から続いてるって、じゃあ江戸時代ってこんな味だったんですかねって言ったら、いやもっとまずかったんじゃないってそうか、みりんとかもいいのができてるし、そうかそうか、へえ、じゃあ変わらないっていうことは変わり続けてるってことですね。あ、それはいいことだね、いい言葉だね。そういうことなんですね。本当に変わらないっていうのは時代が止まったことだから、うん、やっぱりね、その恐竜みたいに絶滅しちゃうんだよ、うん、そうですね、うん、ちょっとずつちょっとずつこう時代とともに分かんないように変えてる、なるほどね